皆さんこんにちは、しほりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、この私の部屋にある漫画棚、本棚の部分とこのね、テレビ台の部分のね、まあ整理っていうか片付け、模様替え、模様替えっていうのかな、はい、っていうのをしていきたいと思います。はい、でね、まあ今ちょっと片付け中でして、ね、でまあ、やっとね、ここまで、ここの段階まで来たわけなんですけども、しほちゃんはね、テレビ周りに物がありすぎるんだよね、要はね。そう、ありすぎてテレビが反応して、リモコンがね、ここにソファーがあるんですけど、ソファーで座ってテレビを見ようとするじゃないですか、全く反応しなくて、立って聞く、こうやって、ここのね、母たちのね、ここからね、電波をやるだから、なるべくね、そこに置かない方がいいんだけど、まあ置きたい気持ちもわかるよね。だから端っこにやっぱ置くしかないね、脇にね。はい、でね、うん、ちょっと今すいません、照明とあれが映っちゃってるけど、ここにもたくさんあるんです、緑とか。はい、これを全部置いてたわけなんですよ、テレビ前に。はい、これをなので、これとね、本棚にね、なのでちょっと改造していきたいと思います。はい、リミと3人でお買い物に行った時に買った漫画、あれ紹介してなかったので、一応ね、これでした。すいません、こんなざっくり紹介でもうすでになんか読んじゃってるみたいで気づいたら本棚にちゃんとしまってあったのですいません。漫画の片付けは早いっていう、ほんと早いの、漫画の片付けだけは本当に早くて、他は本当遅いのにね。ですね。はい、ということで早速ね、片付けをしていきたいと思います。はい、まず本棚かな。はい、じゃあ何全部取るの、漫画。はい、はい、このね、あの下にあった少女漫画たちを、上にずらそうと思いますね。なるほど。はい、上にずらします。ほんとね、今拾うこと全然ないね、ほんとにない。うん、じゃあ鬼滅も鬼滅ゾーンを作って、うん、でグッズを置くか。おお、よくない？あの鬼滅が一番あるんだし。まあね。よし。あ、あ、すいません。それこそそこ、わあすごい。そこもね、すごいよね。皆さん、やばいですこれ、実はここの引き出しすごい鬼滅グッズが詰まってます、まあ、ね、あの呪術廻戦もあるんですよあ、そうそうそう、まあ鬼滅だけじゃないけどね。そうですよ。ちょっとこれ、これ刺さないの、これなんかで、細かいね、あのものはこうファイルにね、ファイリングされてるんですけど、はい、大きいものは全部こっちなんだよね。そうですね。まあ、昔ね、あの鬼滅グッズをソファーの上に全部並べて紹介したのがあるんで、もし見たい人は。あったっけ？あったよ、見てください。え、こんなあったっけ？あったでしょ。最近全然ね、鬼滅グッズ見てないのね。お、ニコ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 。いや、同じのがそう、かぶっちゃったんだよね。はい、ということでまたいろいろね、やるみたいです。ポストカードブックって言ってね、うん、なんか映ってないね。あ、こんな感じ、こんな感じのね。あ、これ映画見た時にもらえたやつ。いや、買ったやつ。買ったのか、そうだ、買ったね。で、もらえたのが、うん、もらえたのもあったよね、これ。もらえたのがこれ。あー、かわいいね。これ中ね、漫画で見ら、あの、なんか、ま、漫画なの。あ、なんか漫画なんだ。漫画なの、なんか。へー、映画見なきゃもらえないやつ。なるほど、入場者特典ってやつね。はい、はい、そうですそれも飾ったら可愛いかもね。可愛いかな。プリフラの漫画があるもんね。そうなんですよね。そうすると今度棚が足りなくなるのかな、逆に。確かに。そんなこともないか。そこまで大丈夫か。え、じゃあどうしよう。
どう思うこれ。え？どう思う。私さ、これさ、うん、ポストカードなの。うん。で飾ろうと思うんだけど、どの写真を飾ればいいかわからない。なるほど。あ、ポストカードだから全部いろんな写真が入ってるんだ。4人、だから4人が揃ってる場面がなくて困ってる。どうしよう。どっちかというと、ゆなちゃんたちの方なんだよな、好きな。まあ、お好きなものを飾ってください。どれ飾ろう。あ、やった。どうしよう。どれ飾る。でも、ゆなちゃん可愛いよね。はい、ポストカードは、はい、ちょっとなんかね、いろいろあるんだよね。いろいろあって、そうそうそう、ね、なんか気分によってね、この16種あるので16枚あるのね。なので気分によってね、買おうと思ってで飾るってなったんですよ、今回1枚目を、うんうん、最初の、はい、なんか写真立てみたいになった方が可愛い、可愛く飾れるかなと思って、うん、100均でね、写真立てを買ってきてこう飾れたらなと思って。なるほど。じゃあそこはとりあえず今ね、ここはね、だから100個の100均行って写真立てを買ってこようと思います。はい、ここにちょっと開けといて、はい、はい、以上です。はい、迷う、ほんと迷う。どうしよっか、ほんとに迷う。どうしよう、これが余っちゃった。さてさて、どうするんでしょうか。時間かかりそうですね。かかりますね、これ。どうしよう、ちょっと待って。漫画とにらめっこ。恋愛じゃないの入れるか。え？恋愛じゃないの入れるか。思ったらここに。ああ。でもおかしいから、少女漫画、少女漫画だって、ここ少女漫画なのにここと違うとか、おかしいから。おかしくないよ。本棚が今浮いたよ。浮くのかな、本棚。わかんない。今浮いたよ、本棚。え、これがビューンって、ほらほら、やっぱ浮くじゃん、これ浮くない。え、危なくない、これこの前の地震でかな。わかんない、めっちゃ緩んでるよ。やばいね。きつくしてもらわないとね。本棚がから、ぐだぐだが、うん、入る気がしてきた。22でしょ。おお、音も取れてんね、普通に。でしょ。おお、音も取れてんね、普通に。